はいどうも皆さんこんにちは、イサフトです。いつもご視聴ありがとうございます。皆様レインの情報修正精度を見に行きましたでしょうか。かなりね今回いい強化をもらっておりますので、今回はねそんな情報修正されたレインの性能を見ていきたいと思います。動画の最後にはレインと情報修正された青魔導士フィーナを使った、マスタークワールの3ターン攻略をやっていきたいなと思いますので、ぜひ最後まで見ていっていただければと思います。じゃあ早速ね、レインがどう変わったのか見ていきたいなと思います。はい、じゃあ一体どんな風に強化されたのか、レインネオビジョン見ていきたいなと思います。あのねレインの見た目で一番好きだから本当に嬉しかったこの強化は。でまずね BS 前のパッシブから見ていきたいんですけど、変更があったのがビーストキラー回2になりまして、獣キラーが 150% つきました。物理魔法どっちもだね。あとはプラントキラー回1がつきまして、植物キラーの物理魔法両方に 100% のパッシブがつきました。いやこれ結構でかいよね。そして EX 覚醒2まで進めるとチェインの極意が解放されます。いやほんといい。でまあただあの不滅の閃光をね一つ要するんですけども、大幅なね火力アップになるんじゃないかなと思います。さらに EX 覚醒3、まあ、貫突すると攻撃の固定値アップ500ができると。あのねこの固定値アップは本当にでかい。マジでここ最近さ、まあ、セフィロスとかティファとかもそうだけど、なんかもうここ最近の固定値アップの恩恵の受け方がめちゃくちゃじゃないですか。いや本当にねありがたいわ。特にクラウドとかもそうだったけど、いやこれはいいよね。で戦うの効果が変化しまして、まあ、自分のね LB ゲージ固定値回復500が、まあ、つきましたよといった感じになってます。そしてアビリティ特筆すべきはこの2つ。まずはブレイズセイバー、今までは自分と味方1体に非属性付与だったものが味方全体に非属性付与に変わりました。これ何がいいって、まあ、ほんとねあのトリプルで、今までは獣キラー付与して、このブレイズセイバーを2回使って味方2人に非属性付与してたものが1つのアビリティで済むので1ターンにできることが増えるんですよね。これがね本当に素晴らしい。そして、ライジングセイバー、これは今まで非属性のダメージアップ 15% だったものが 25% に上がりました。これもいいよね。余ダメージをね高く与えるためにはこの 10% の恩恵は非常にでかいと思うので、かなりいい強化をもらったんじゃないかなと思います。そしてブレイブシフト後見ていきましょう。ブレイブシフト後の特筆すべき強化は LB。 まずは通常の LB EX 覚醒2にすると、まあ、またね LB が変わるんだけど、通常の LB には今まで非属性のデバフはありませんでした。それが今回EX 覚醒1まで進めて BS すればもうね非属性をデバフした上でダメージが与える LB が自動的についてくると。これは本当にいいなと思いました。でさらに恩恵を受けたのが、EX 覚醒2まで進めた LB。 まずこれで、アルティミットノバになるんだけど、これは EX 覚醒2にしないと使えないんですけど、非属性の 135% デバフをした上で威力1万5000の LB が使えるようになると。いや本当にいいよね。非属性デバフが入ってからダメージっていうのがめちゃくちゃいい。前まではダメージを与えた最後に非属性デバフだったんですよね。そこがね大きな変更点になるので、デバフをしてダメージを与えるのとダメージを与えてデバフするのじゃ天と地のほどの差があるので、かなりいい強化をもらったんじゃないかなと思います。あとは若干裏で変わった点はこのイモータルブレイドの威力が伸びたっていうぐらいかなと思います。あとは一応ねこのフレームブレイドの消費 MP が30に軽減されたよっていうぐらいだから、まあ大して恩恵は少ないかなと思うけど、まあ若干ね嬉しい恩恵かなと思います。 OK こんな感じ。いやレインどうですか、普通に良くないですか。めちゃくちゃいい強化もらったと思うんですけど、じゃあ早速ねこの獣キラーを生かした、マスタークワールの攻略やっていきたいと思います。ちなみにね今までビーストキラーは裏にはあったんだけど、あったんだけな、いやほぼねなかったと思うんだよね。裏にはね乗ってなかったと思うんだよ。基本的に裏は人に特化したキャラクターだったから、裏にもね獣キラーが乗るのはね非常にいいことだと思いました。
で、そのね、マスタークワールやっていくんだけど、今回はこちらのパーティー使っていこうかなと思います。まあ、せっかくなんで、貫突したレイン使っていくんですけど、あ、まあ、一番最後にね、一突のレインでもやったやつ乗せるんだけど、全然余裕で倒せました。で、まずは、まあ、パーティー紹介やっていきましょう。アサシンシャドウは引き付け回避 100% の装備構成になっております。マスタークワールは物理ダメージをやってくるので、まあ、物理壁プラス分身と引き付けがいると、めちゃくちゃ安心かなといったところになってます。続いてレイン、まあ、レインはね BS 前は今回使わないので装備は何もなしで、まあ、メインはね裏の LB やっていきたいと思いますので、アビリティブグ LB は LB 獣をマックスといった感じの装備構成、そしてアビリティ構成になっております。まあせっかくなんでね、不滅の閃光を入れて、まあ、チェインのね極意のダメージがどんぐらい変わるのかっていうのを、まあ、お見せしていきたいと思います。なので貫突したレインと一突のね、あのチェインの極意がないレインでどう変わったのかっていうのを、まあ、体感していただければと思います。ビジョンカードは真夜中の失踪を採用してます。続いて、まあ、久々にねというか僕初めてスノーを使うんじゃないかなと思いまして、まあ、せっかくなら、まあ、物理壁と魔法壁を使い分けできるスノーを、まあ、今回ね使いたいと思いますと。ね、マスタークワールは奇数ターンに物理攻撃、偶数ターンに魔法攻撃をやってくるんだよね。だから、まあ、BS で切り替えながらね、僕は戦っていきたいなと思います。二つなというか、幻獣のシャルロットとかでもいいとは思うんですけど、まあ、今回せっかくなんでね、初めてちょっとスノーを使っていこうかなと思います。装備は最強防御の雷で組んだだけの装備構成になるので、特に何も考えていません。そして、BS 後は同じで、最強雷精神で組んだだけになるので、特に何も考えておりません。続いて、レナだね。光の戦士レナは最強精神だけやって、敵がねこっちに状態異常攻撃をやってくるので、状態異常無効化の耐性をつけれる子を、採用しております。特にレナは LB ゲージの供給なんかもできるので採用しました。そして、青魔導士フィーナ、あのスパモグ突っ込んで NV 化させました。あのね、みんな知ってるかどうかわかんないんだけど、このフィーナの LB ね、威力 12,000 のヒット30がレインの裏の LB とフルチェインするようになってますので、今回はこのフィーナの LB とレインの LB をフルチェインさせていきたいと思います。いやー、主人公とヒロインのね夢の共演、めちゃくちゃ楽しみ。夢ではないか、普通の共演か。やっていきましょう。フィーナはブレイブシフト前はLB ゲージの回収、バーストストーンの上昇率を高めた装備構成、そしてアビリティ構成になっております。 BS5 がメインだね。 BS5 は LB とか、まあ、獣キラーをマックスといった感じの装備構成にしてあります。装備はこんな感じ、フリオニールの弓を採用してます。そしてアビリティは獣キラーをモリモリと運命の覇者を採用しております。で、フィーナはあのマキナと同じでチェインの極意と二刀の極意がこう一緒についてるパターンのやつだから、チェインの極意をつけなくても両手の武器で、チェインの極意上限の 200% に達するので、今回は特に不滅の閃光とかは入れずにやっていきたいと思います。では、まあ、パーティーの紹介はこれぐらいにして、マスタークワールやっていきたいと思います。はい、じゃあやっていきましょう。マスタークワール覚醒級ですね。で、一応ミッションだけ見ておくと、アイテムを使用せず、そして25ターン厳重フィニッシュとありますので、まあ余裕があれば、まあレナとかにねバハムートシナジーとか、アサシンシャドウにそういうバハムートシナジーとか厳重溜まるものあると非常に便利かなと思います。で、まずは光の戦士レナダブル使って状態異常耐性を味方全体に、そして、ピュアヒーリングで LB ゲージとバーストストーンの上昇率をアップさせていきたいと思います。で、レイン BS 前で使わないっていうよりも、一応使うんですけど、まあ、ダメージにはならないので装備はさせてないっていった感じになってます。まずは火属性を味方全体に付与、そして火属性の威力アップ 25% を付与で、獣キラーを付与していきましょう。アサシンシャドウはトリプル使って、ステータスのデバフを2回と分身を味方全体に付与していきましょう。で、スノーはダブル使って、まずは物理壁の方になりますので、物理カバウと防御アップと物理のダメージカットをやっていきたいと思います。ここで、まあ、レインとアサシンシャドウでチェインさせて、フィーナにね、LB ゲージを供給していきたいんだよね。で、溜まったね。このために LB ゲージを供給をマックスの装備構成にしてあります。そしたら LB 使っていきましょう。結構強力で、ステータス 300% バフを味方全体にかけれるようになってますので、これをね、使って供給をしていきたいと思います。これでレインの攻撃力アップを図っていきたいと思います。OK かな？
で敵の攻撃見ててもらうと属性に反応したっていうのは、今非属性で攻撃を与えたのでそれに対応する攻撃が飛んできます。で主に雷の攻撃が多いから、まあスノーはね、あの雷のデバフを入れられつつも一応耐えれるように雷もりもりの装備構成になっております。 OK かな。で、そうしたら一応ねある程度耐久もないと倒れちゃうので、まあ状態属性か、属性と防御値はまあなるべく高めに設定していただければと思います。でスノー BS して今度は魔法の壁役をやってもらいたいと思いますので、ダブル使って魔法をかばうと魔法のダメージ軽減をやってもらいます。でレイ BS して、で開幕から LB が溜まってるのは2突してるからなんですけど、だからまあフュリアスライズ使って LB ゲージ満タンプラス LB の威力アップやっていきましょう。でアサシンシャドウはここは、分身2回付与だけで OK。でフィーナ BS して自己バフかけていきたいと思います。ピュアサプリケーションだね。まあステータスアップはいいんだけど、 LB の威力アップ250をかけていきたいと思います。で光の戦士レナは味方にステータスだね、ステータスのデバフが入らないようにステータスデバフ耐性とダメージカットと非属性バフをかけていきたいと思います。 OK かな。で、そしたら、まあ、幻獣がねぶっちゃけ溜まってないから、今回は、まあ、幻獣のミッションは、まあ、ちょっと無視しようかなと思うんだけど、一緒にマスタークワール攻略するよって方は、さっき言ったバハムートシナジーとかを、まあ、レナとシャドウがいいかな。結構余裕だから、その二人に採用して、幻獣ゲージを貯めていただければなと思います。OK だね。で、ラスト、LB でやっていくんだけど、フィーナが足りないので、レナでタクスやっていきましょう。いや、レナはね、本当にやれることが多いから、めちゃくちゃ有能なヒーラーですね。で、そしたら二人で LB なんだけど、今ね、ちょっと分身あるのわかるかな？若干。ほら、ここの透明な足とかがあるから、まずはこの分身を剥がさないといけないので、トリプル使って、まずはね、ハウンドタックルで防御 86% デバフを入れつつ、まあ、敵に何かね、こうダメージを与えて、まあ、この分身をね、剥がしていきたいと思います。今、剥がれたね。で、普通にダメージが通るようになったら、二人の LB を叩き込んでいきたいと思います。フルチェインしますので、まあ、余裕でね、削り切ると思う。素晴らしい、いい火力。めちゃくちゃ良くないですか、レイン。多分ね、20億ぐらいいってるんじゃないかなと思う。ああ、いいね、いいね、いい火力いってるね。実際どんなもんなんだろうか。フィーナは多分そこまでだと思うんですけど、ああ、いや、でもまあまあ、そうか。フィーナは4億ぐらいだね。レインでだいたい15億か。え、めちゃくちゃいいじゃないですか。素晴らしい火力。ちなみにマスタークワールが確か8億ぐらいだから、全然ダブルキルぐらいしてるね。ああ、いいね。じゃあ、ちょっと続いて、もう一個ね、レインが1凸バージョンの方を、まあ、じゃあどんぐらいでダメージに差がやるかっていうのを見ていただきたいと思います。では、どうぞ。はい、じゃあね、先ほどのラストのところまでやってきました。今回はレインネオビジョンの1凸のものを使っております。まあ、攻撃力見てもらってわかる通り、1000ぐらい違うんだよね。いや、これ結構でかいよね。だって不滅の閃光を入れずにこのステータスですからね。で、アビアクとかにはかなり余裕があるはずなのに、このステータス。で、さらに、まあ、違いで言うと、やっぱりそのチェインの極意がないっていうところと、LB の威力、あとはデバフの倍率が、まあ、15% 低いっていうところで、まあ、どれくらいね、差があるのかっていうのを見ていきたいなと思います。まあ、一応今回、この、わざわざ1凸のものをね、使って最後お見せするっていうのは、まあ、これ1凸でもマスタークワールは、まあ、倒せますよっていうのを、まあ、今回お伝えしていきたいなと思います。で、一応マスタークワールの HP が、まあ、8億なんだよね。だから、まあ、さっきレインが15億ぐらい出してるんだけど、まあ、今回ね、ダメージがどんぐらいね、減ってしまうのかと、わー、だから結構ギリギリなんだよね。ほんと8億を、まあ、ギリギリ削れるぐらいの、まあ、火力といったところ、まあ、4、あ、まあ、なんだったらフィーラの方が出してるしね。いや、もうほんと3分の1以下まで、まあ、ダメージが落ちてしまう。だから、つまり、やっぱレインは、もうめちゃくちゃいい強化をもらったってことなんですよ。火力が3倍にも伸びる、まあ、ほんとなんか、ちょうど、あれだね、チェインの極意分みたいな感じだけど、だからほんとダメージが3倍まで変わるって考えると、めちゃくちゃいい強化もらってないですか？皆さんもぜひ、我らが主人公レイン、ネオビジョン使って、これからね、様々な強敵をクリアしてみてはいかがでしょうか？最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画よろしくお願いします。それでは、さよなら。